おめえみてえな年育ちのガキが生きてけるほど壁の外は甘くねえんだ。その生っちろい腕の一本二本で済む話じゃねえんだぞ。姉さんをただ一人の肉親を救えるかもしれないんだ。腕なんかくれてやれ。首が飛んだって構わんもんか。錆びた私を見て美人と言ったのはお前ぐらいだ。お前もよく見れば可愛い顔をしているよ。冗談を言うよ。旅先で女一人助けるってことはさ、つまりそういうことでしょ。難しい顔しねえでよ。食えやビスコ。今日の汁はうめえ。鉄ネズミの油がたっぷりだ。お前の行為は美しく、そして無駄だ。いくらお前が下町で奮闘しようが、金のない人間は死ぬ。さっきのガキもだ。太田、お前直したっつったろ。のボケ全然読まねえじゃねえか。天下党の坊さんか。渡りがに渡る偽名か、これ。今じゃお坊さんくらいですよね、こんなとこ通るの。門の向こうには延々と鉄の砂漠が広がってるだけ。夢なんですよ、いつかここを復活させようって。そうすれば町にまた人が戻ってくるんじゃないかって。ありがとうございます。あなたは命の恩人です。そうだ、もしよかったらうちにおいでなさい。穴だらけにして黒川のとこへ送り返してやるからな。ガキじゃねえ、俺たちはもう立派なカルベロの漁師じゃ。昔病気で死にかけた僕をキノコ森が治してくれたんだって。だから僕もキノコ森と話したいってずっと思ってたんだ。東京の大爆発で吹っ飛んできた鉄人の体をくり抜いて作ったんだ。昔大人たちがそう言ってた。